1936年8月9日駒辺林町のゆり子より市ヶ谷のケンジさんへ8月3日午後11時頃第5シー今日は久しぶりの涼しい日でしたこの2階はひどく西日が差して眩しいので疲れて困っているのでたまにこうして雨が降ると 私はホッとしてああ助かったと思います同時にこの点でだけは少しあなたの利害と違っていると苦笑するの今日は眼鏡を取り替えることをやりました慶応に入院していた間に目の検査をしてもらったところ私の目は右と左とで大変度が違っているので今かけている眼鏡より度は違えられないが 動距離が違うというので処方を書いてもらっていたそれをやっとこの頃今日直しに出かけたのです今までの縁を一回り大きくしてレンズはツアイスのウロプロンクタールというのこれは赤外線紫外線を吸収して人工光線の下で仕事をするのに大変疲れないのだそうです大奮発です ででもも目玉ですものね。そういえば私のこれを書いているテーブルの上には馬の首のついた中学生じみた文鎮の脇に名刺スタンドが立っているのです。そっちで科学知識を読んだらスタンドの科学的コードのことが書いてあって明るく見るスタンドが科学的な計算によって作られたというのを知りました。 あの暗いところでそういう知識を得ました。家へ帰って真っ先に買ったのはそれ三段に高度が変えられ柔らかい光がいい心持ちです今度はそこへレンズが飛び切りとなって「おうおおね私どんなに勉強しなければならないか」ですねこの次お目にかかる時私は今日の世界の科学の最も新しい成果であるレンズを通して「 あなたを見るのですがあなたはこの手紙をお読みになるまで気がお付きにならないでしょうねあのところで私たちには眼鏡のことまでを話している暇がないものあなたは金眼におなりになりませんか大切にしてください無理をなさらないように末子も眼鏡を持っていますこれは縁紙国をも六郎も禁止。 全くこれではベルリンの小学生ではないが中国人と日本人の違いはどこでわかるかはい日本人とといいうものは眼鏡と写真機を持っていますですでね4日火曜日夜中の2時早寝をしているはずなのにこんな時間に手紙を書いたのではすっかり馬脚を表してしまいますね。しかしか今夜は眠る前 ぜひ一筆書きたい。「今朝着いた7月25日付のお手紙のお礼を」「あれはまるであなたのごく近くに座って話をしているような心持ちを私に起こさせました」「あなたが健康について言っていらっしゃることまた差し入れについて言っていらっしゃること」 みんな私が心に持っていると、全く同じ心持ちです。単にそう考えるのではなく、全身でそう感じているために、私たちの生活全面にわたっての明るさ、平静さ、革新が、ボルガのように豊かな力で、張り切りながら流れていく、そういう具合です。私はよくわかっている。私たちの生活で何が大切か、私の勉強について、 差し入れがその差し支えとなるようなことをあなたはちっとも希望していらっしゃらないのだしそんなことをまた私もするような症状的態度ではないなくて良いのであるということを詩人だった人は持病があったところへ肺病がだんだん悪くなってついに生きられなかったのですが道坂のおばさんだった人やその他の友達たちが 最後まで想像されないほどの親切を尽くしました。死ぬ二、三日前に撮った写真では、タオル寝巻き。黒の島のところに赤っぽい島が並んでついたのを着て、冬を越すつぼみを手に持っている。とこが撮られていました。国用連中はまだラジオです。今頃がベルリンの午後三時、四時です。 オリンピックののドイツ語の放送が聞こえてきてきいます。1940年に、東京でオリンピックが催されるよしそのにぎやかさが今から思いやられます武者の工事、西条八祖などスタディアムにいての通信を送ってよこしています白鳥長は夫婦で言っている藤村は国際文化協会という役所から講演され円クラブの大会へ。 ススアイレスへ出かけております。昔フランスへ茶の実を持って行ったように今度のお土産も日本の植物の実と柿の下のとまろの和歌です横光リーチはパリにいて1929年以来の花の散ったパリを見てつまらないと感じているよし面白いものね見る人の心心の秋の月かな の感ありです東村といえば私は読書生活中に漱石を読み直しいろいろ興味ある発見をしております」「小説を書いたら次には漱石・鴎外・鴎村の極めて作家的・人間的ツッコミをやってみたいと虎視眈々よ」「鴎外のロマンチシズムその中座芸で的なものの空想と現実との阻語」 大変面白いのです。いつになったら書けるか今合力期をやっていて9月初旬本になり築地の記念上演と同時に出るでしょうそれから腰を据えて小説を書いてこれは2年間ぐらいの仕事それからこの三老人に取りかかるのだから私はこの間うちの経験で本を読む術というか 本から必要なところを取ってくる術とでも言うかを一層高めたので三老人相手の仕事も生き生きと今日の生活の面に結びついてできるつもりで楽しみますそういうものはこの34年間の成長で自覚されてきたものですこう欲張りでは本当にアメリカ的事務処理法がますます必要ね そして精神の永久の若さと休息のために私は一方でますます子供らしくなってゆきそうですでは今晩はこれでおやすみなさい「5日午後3時食堂の湿度計を見ると針はずっと中心に寄っている」「やっぱり暑くてもさっぱりしている日は違うね」「そんなことを話しながらさて机をどっちに移したものかと考え ととうとうベッドを置いた八条の方へ長与城から出てきてしまいました2階は害して暑い特に余畳は西日が差すのでここは庭を見下ろし青霧の小杖に向かいいくらかましですピアノの音がしている六郎はゴーゴリの「検察官」を組曲にパロディ風に作るプランを立てしきりに思案中です。私は、 昨日おとといでシャパロフを読み返したのですがゴーリキーより三つ年下のこの人の経験はいろいろ比べて面白い中にシベリアにはチェレムーシャというニラに似た草があってそれを食べると解決病の治るということがあります何なのでしょうね一つの家でも食堂90度この机のところは94度昨夜は 若い友人を渋谷の第一高等学校の近くへ訪ねて行き珍しいものを見ました Y ・ S の家ですが昔の土蔵造りの武者窓付きの全く大名門ですその門の翼がパーラーで主人 S の話し声がし右手では軽女子の「ああああ,あ,あ」という「 発声練習が響いているという具合家全体は異様に大時代で目を見張らせるそして道を隔てた前に民芸館と称する同スタイルの大建築がまるで戦国時代の城のように立ちかけている黙食商人ブレークアルトの歌手それとこの家実にびっくりしてすごいような気がしました Y の父は三井の大したところのよし。 私はブリティッシュ・ミュージアムでブレークの絵を見た時の印象を思い出しああいう特殊な世界にあってもとにかく成長極まる水色や炎のような触れない色やで主観的な美においては完成していたブレークをあんなに浸水しているワイがこういう重い建築士からもリアクショナルな建築の家我が家に住むとはびっくりした。 芸術的感覚というものがいかに彼にあってはよろどころ弱いかということに驚いたのです強さ重さ鈍重さの美を素朴な美しい木造の柱や何かに生かさずああいう土蔵造りに間違えてしまったところ実に微妙で複雑な歴史性の繁栄です建築上の民族的特質というものについての勘違いがある y 氏の愛する 木敷商人の木像はああいう家に住む土号によって刻まれたものではなかったのですからね「SU」が新興共楽団の機関士フィルハーモニーの演習の仕事に入りたい希望でいることはこの前の手紙で申し上げましたね「今月の20日頃歳費が決まります」「いずれにせよこの家には住まないことになりました」 英雄が私がいないでは、SU と住むことを我慢しきれないというの。SU の方でも、喧嘩別れをしてしまうより、別々に暮らそうということになったのです。二人ながら生活においては、未熟練で、感情的で、互いに他人より悪い場合が、頻出するのですね。私は太郎の遊んでいる姿を眺め、この可愛い小僧の精神の中に、 どれだけこの生ぬるい、受け身な、古俗な生活気分を打開する力がこもっているかと思います。そしてどうかこの小僧が成長する時代が活発であって、おのずから生き生きとした雰囲気に呼吸して育つようであったらと希望します。私たちの家の三代の間の歴史は、実に興味があります。この面白さは文字でしか描写できぬものです。 私の家はそろそろ探してもらうことにしましたどこに住んでよいかよくわからないけれど早稲田南町あたりはどうかしらなどと考えております戸塚へも近いし市街はおやめです夜などの出入りに寂しくて困るからこの手紙はいろいろ盛り合わせになりましたお体の様子はまた詳しくお知らせください付録、千葉県の 安田に一課年契約で月6円の家があり稲ちゃんの子供らのために共同で借りました学校の休みのうちに子供らは出かけます私は毎日大勉強で本を選ぶのが面倒ゆえ一方今の仕事が片付いてから70銭ぐらいの本になります大変面白い文化年表をつけます前例のない試みですが有益です